福岡県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は6である。第23回第39回は、定数5。現在は、福岡1区、福岡2区、福岡3区、福岡4区、福岡5区に分かれている。自治体の名称は、 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。福岡県の県庁所在地である。福岡市とその周辺自治体で構成される。福岡都市圏を含む道県北西部に設定された選挙区である。大正から昭和にかけて九州地方の行政。 経済の中核都市となっていた福岡市が戦後さらに発展し1972年には政令指定都市となるに至り、同選挙局は福岡市に象徴される大都市型と都市下の進行が緩やかな軍部で見られる農村型の両方の要素を備えるようになった。また定数はずっと5が維持されていたが福岡市の人口増加を受け1992年の 公職選挙法改正で一議席が追加され、1993年の第40回総選挙では、北海道第1区に次いで、全国2例目の定数6選挙区となった。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、156万532人。 投票率 62.、62.59%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、144万5533人、投票率 72.、72.02%、吉村豪太郎は1992年の第16回参議院議員通常選挙で、福岡県選挙区から、当選、以後参議院で、連続3期、 第38回衆議院議員総選挙7月6日、執行当日有権者数、134万6308人、投票率 71.、71.01%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、129万1478人、 投票率 67.、67.38%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、119万7243人、投票率 73.、73.99%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、百十七万百三十一人、投票率、 71.02%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、1。10万9459人投票率、72.45%、第33回衆議院議員総選挙12月10日執行、当日有権者数、98万540人。 投票率 71.、71.59%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、91万6833人。投票率 65.、65.24%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、77万7251人。投票率、 74.41%、福井淳一は、第25回、第27回、第28回で、千葉県第3区から当選。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、70万1382人、投票率 64.、64.67%第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数、63が1569人、投票率 66.、66.80%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数59、591。257人投票率 73.、73.21%。 第27回衆議院議員補欠選挙11月22日執行、当日有権者数、57万8072人、投票率48.48% 48、小形武虎と熊谷健一が在職中に死去したために実施。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、55万2529人。 投票率 71.、71.67%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、513,582人。投票率 72.、72.18%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、516。零二六人投票率、ーセント 第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数43万6721人、投票率75.15%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数42万1063人、投票率65.97%ありがとうございます。